I taught someone about distributed activation the other day and it blew their mind. ヨガやフィットネス、そしていわゆる一般的な運動でコアの強度というふうに言われているときは、基本的には腹筋の底の部分のみのことに焦点を当てて説明しているんです。でもベースワークスプラクティスにおいて体全身に活性化状態を巡らすというのはですね、体全身というものに、こう活性化状態を巡らすことによって筋肉骨格系を全部すべて使っていく、体全身を用いていくという考え方なんです。なので体全身を使いながら体全身を支えているということなんです。なので動きやポーズというものを、調整していく形の中でですね、等尺性収縮を使っていくわけですが、例としてあるのはリクライニングトランジションに入るとき、お尻に乗ってる状態でですね、でそれで、体重というのを上半身と足の角度を少し調整することによって、前後させることによって重心の上にかかる体重というのを少し移行させるとですね、足が前と伸びている時、そして後ろに上半身傾けていく時、この時自動的に腹筋というのは使われる状態になるんです。だけれどもこの動きをする時に、もし足をしっかりと活性化した状態で入らない限りは、全ての負担というのが腹筋のところに集まってくるんです。だからそれゆえに足を伸ばし、母子球を押し出し、肩を引き下げ、胸を持ち上げ、前腕押し下げみたいな、こういった動きをすべて組み合わせてやっていくことによって、強度を体全身に巡らす状態を作っていくんです。